告示まで3ヶ月を切った知事選挙、高橋知事の不出馬で悲願の同性奪還への思いを強める野党ですが、候補者選びが難航しています。北海道で先行して政権交代を実現する。10月に行われた同連の結党パーティーでこのように宣言した立憲民主党の枝野代表。4回連続で高橋晴美氏の前に屈してきた野党にとって、高橋氏の出ない知事選は同性奪還に向けた絶好の機会だ。白羽の矢を立てたのは国会で与党批判の先頭に立っている逢坂誠二氏。本人の意向はあくまで国政だが、その知名度の高さは知事選候補として大きな魅力だ。立憲民主党の支持母体である連合北海道は、先週木曜日、出村会長自ら函館市内にある逢坂氏の事務所へ出向き、要請を行った。しかし、知事選に私が出ることはないということです。国政に専念するということです。土曜日に行われた立憲民主党同連の常任幹事会。引き続き逢坂氏に働きかける方針で一致した。やはり逢坂さんが最適最強の候補であろう、この時期まで来ましたけども、やはりもう少し逢坂さんで頑張ってみようと。越連というのは前提としては考えていません。逢坂氏の気持ちを動かすことは可能なのか。本人と直接会話をした出村会長は、逢坂さんが言っているのは、当然補選になりますのでね、自分の後継者の問題がまず並行して考えなきゃならないと。それから道議会が少数であれば厳しいので、多数取るような体制努力をしていかなきゃならないんじゃないかと。会長の手応えというか、努力するとしか言わないです。立憲側の重鎮で知事経験者でもある横道隆弘元衆議院議員は、逢坂氏擁立について楽観的な見通しを示した。まだ年内になかなか決まるかどうか微妙な情勢ですけれども。いやいや、年内に増えるでしょう、きっと。そうですか。みんな頑張るんじゃないの。逢坂さん受けてくれますかね。大丈夫じゃないの、はい。一方の自民党同連は、吉川貴盛会長を中心に夕張市長の鈴木直道氏を軸に候補者の調整を進めている。ただ市長会や町村会などからは、鈴木氏は若すぎるとして国交省北海道局長の泉明宏氏を推す声が上がっている。知事選の関係でその吉川会長とお会いになったっていうのが、市長会の皆さんの意見と意見ですよって話は しに行っただけで、どういうお話だから、こういう名称は一切我々は関係ないんで、関係ないって、その言う立場でもないし、そんな偉くもないし、まだこんな話がありますよっていう。吉川会長は先週、立憲民主党の動きも注視しないといけないとして、知事候補を年内に決められない可能性も示唆している。